お願いしております。ご協力をお願いいたします。 ご案内いたします。使用方法をご確認ください。機内に酸素が必要な状況になりますと、酸素マスクが降りてきます。マスクを顔に強く引き寄せると、酸素が流れ始めます。マスクを鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてお使いください。ゴム紐の端を引くと、長さの調節ができます。必ず、ご自身のマスクを着用してから、他の方の着用を援助してください。非常口、および脱出方法についてご案内いたします。緊急時は、乗務員の指示に従ってください。
飛行機が完全に停止した後、乗務員の指示に従って脱出します。非常口は機体の前方、中央、後方、合計8カ所です。お近くの非常口をお確かめください。脱出口には滑り台があります。腕を前にしっかり伸ばし、上体を起こしてバランスを取りながら滑ります。脱出の際は手荷物を一切持ち出さないでください。またハイヒールなどの先の尖ったものは滑り台をパンクさせる恐れがあります。脱出の際は身の回りから外してください。緊急時の衝撃防止姿勢は安全のしおりに記載されています。ライフベストについてご案内いたします。ライフベストは座席の下にございますが、緊急時以外は触れないでください。お子様用のライフベストは客室乗務員からお渡しいたします。袋から取り出し、頭からかぶります。次に留め具を前の差し込み口に入れ、しっかりと締めてください。前の赤い引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときは両側のゴム管を吹いてください。ライフベストは脱出の妨げにならないよう非常口のところで膨らませてください。シートポケットに安全のしおりが入っています。離陸前までにご確認ください。なお、この飛行機は通路、化粧室を含め全席禁煙です。加熱式タバコや電子タバコの使用も法律により禁止されております。また無煙タバコの使用もお断りしております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。緊急時酸素マスクをご使用の際にはご自身の衛生用マスクは外してください。
沖縄県からのお願いです。沖縄県では国内
シートベルトも合わせてご確認ください。小さなお子様は膝の上にしっかりとお抱きください。手荷物は前の座席の下奥深くにご収納ください。背もたれ、テーブル、肘掛けを元の位置にお戻しください。
に立て荷物の取り間違いにもご注意ください。ただいまより上空でご案内いたしました。搭乗後のアンケートにご回答いただけます。ぜひ皆様の率直なご意見をお寄せください。駐機場到着後、周りのお客様との間隔を確保するため、2回に分けてお降りいただきます。はじめに16列目までの前方にご着席のお客様をご案内いたします。17列目以降にご着席のお客様は、改めてのご案内まで座席にてお待ちください。新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。皆様、今日もスカイマークをご利用いただきましてありがとうございました。ドアモードをディスアモードに変更してください。10分以上早く到着することができました。定時運行並び安全運行の記録ありがとうございます。